カボド文化の範囲カボド文化時期の国東カボド遺跡の発掘現場カボド文化は中国石膏省に紀元前5000年頃く紀元前4500年頃にかけて存在した新石器時代の文化。杭州安南岸から長山群島にかけての地域に広がっていた。余陽市のカボド鎮のカボド遺跡から発見されたことからカボド文化と呼ばれる。 カボド遺跡は1973年に発見され、1973年から74年と1977年から78年の2回に渡り発掘作業が行われた。水筒の揉みが大量に発見されたため、人工的かつ大規模に稲の栽培が行われていたことが明らかになった。これは世界でも最古の稲栽培の例である。稲の他にも、氷炭。 菱、夏目、ハス、どんぐり、豆などの植物が遺跡から発見されている。その他羊、鹿、虎、熊、猿などの野生動物や魚などの水生生物、豚、犬、水牛などの家畜も発見された。遺跡からは避乱式建築が数多く発見されている。遺物の中では石器は比較的少なく、石譜など工具として使われた。 魔性石器や装飾品として使われたものが発見されている。木器や黒器は多く発見された。その中の木、長魚は中国最古の木製装飾物である。また木でできた柄のついた肩甲骨製の石や刀、森、弓や防水や針など大量の防食用の道具、骨でできた笛や木の太鼓も発見された。カボドでは中国国内では 最古の湿気も発見された。陶器は黒糖、紅糖、紅れな糖など1000度前後の比較的高い温度で焼いたものが見られ、一定の技術的水準にあったことを示している。幾何学模様や植物紋縄文などが刻まれており、中には人頭をかたどったものや船をかたどった土器もある。カボド文化は太古周辺から甲州湾北部に分布した馬や浜文化と、 ほぼ同時期にあたり、異なった文化が互いに影響し合いながら、共存していたと見られる。カボド遺跡には近くを流れる溶号が2回大きな洪水を起こし流路を変えた後や、洪水で塩水型を浸した後などがあり、こうした災害から遺跡が放棄されたと考えられる。微生物や花粉などの分析から、カボド文化は関心世の気候再温暖期の最中に栄えたと見られる。 甲州湾付近の海面水位の研究結果では、今から7000年から5000年前までは、海面は低い位置で安定していたが、今から5000年から3900年前には、頻繁に氾濫していた。高床式の住居も、頻繁な雨など高温多湿の気候に対する、ものであった。ありがとうございます。